午後の7時になりました。さあ、本日も、ほぼほぼ毎日配信しています。楽旅通信ライブ番今日ちょっと旅へ。本日もスタートしたいと思います。拍手さあ、今日ともいよいよ桜シーズンが終わりまして、 新緑の美しいもう若葉が至るところで輝くような緑を見せてきました。オムロニンナジも満開を超えまして今も散り始めています。意外と遅く始まった桜シーズンでありましたけれども今京都はフィナーレを迎えようとしています。そして一点青もみじの世界へと包まれています。もう今東山から北山見ましても至るところに緑が 鮮やかに今出てきていますので、まあ一気にもう季節は変わっています。25度を超える夏日も記録していまして、今日私これ半袖なんですけれども、全然今でも半袖でも十分過ごせるような、一気に春からもう初夏へと季節が移ろってるんじゃないかというようなですね、暖かさになっています。今日昼間もですね、太陽ギラギラ、空気はもわっと、 まだあの、湿気がそれほど上がっていませんので、この楽旅京町屋が今一番快適です。お昼間はもう洗剤から路地へと風が吹き抜けて、素晴らしい心地よさです。ちょっと仕事をしてますと、お昼,お昼寝をしたくなるようなね、そんな心地よさがあります。さあ、そしてね、今日私のこの T シャツ、皆さんわかりましたか 「雪舟」と書いておりましていよいよ始まりました先週土曜日から5月の26日まで京都国立博物館で特別展「雪舟伝説」が始まりました皆さんもう行かれましたかいよいよ始まったこの「雪舟伝説」。 日本の絵画史上に散々と輝く、摂州水墨画の大化です。この雪舟の流れが、後の絵師たちにも大きな影響を与えまして、今現在、京都国立博物館にその歴史が一堂に今集まっています。雪舟国宝6点、はじめまして、 他の絵師たちもこの雪舟を学び、そして描いた見事な絵画が今一堂に会しています。あの、これまでもいろんな特別展ありましたけれども、今回も見応えありますよ。なんと言っても、雪舟が残した絵画の中には大きな屏風絵、また掛け軸でも大きなものがありまして、その大きさになんかこう見てますと、満足感がありました。まあもちろん小さな展示で、 貴重なものたくさんありますけれども、まあもうわかりやすい性格なんで、大きなものを見ると、見た見ましたっていうね、そんな雰囲気がありまして、まあ迫力のある水墨がしかも、その新山遊国の険しい岩場のあたりも力強い筆使いで、雪舟が描いた素晴らしい絵画になってるんですね。その雪舟の 今回素晴らしい作品と、後の世の絵師たちもまた接種を真似ようと、接種に学ぼうと筆を取った、そんな素晴らしい絵画が今一堂に京都国立博物館に集まっています。5月の26日までの特別展ということになりますので、皆さん日程を決めてぜひお出かけをいただきたいと思います。もう私も行ってきましたよ。朝のね、9時半ぐらいに行きました。9時開館ですから、ちょっと と3、40分経ってから行きますと入り口も空いてましたしまず最初に入った方はずっと見る中で私ちょっとそれを追いながら後ろから行きましたのでゆっくり本当に場所によっては一部屋で5、6人しかいないそんな時間帯もありましたもう一つ一つゆっくりと鑑賞させていただきましてねそして2時間ぐらい一回ね全部見てまた もう一度戻って二巡しました。すると今回の特別展の特徴は、雪舟の絵画が後の世の絵師にどれだけ影響を与えたのか、まあ、そのあたりが特別展の中でも見られますので、特別展の最後の方に後の世の絵師たちの絵が出てきます。それの元になった絵がまた一番最初の雪舟の絵になっていきますから、 二巡目でもう一回接種の絵に戻ると先ほど見た最後の方の絵の意味がより分かってきました。二周しました。皆さんもね、2時間から3時間時間をとってたっぷりと見ていただきたいと思います。今日はですね、この後19時30分から楽旅大学校特別講座でこの接種伝説を見に行かれる皆様、そのポイント、 日本の絵画史上どれだけ摂取が大きなウエイトを占めたのかそのあたりを今から2時間のオンライン講座でたっぷりとお届けしたいと思いますえ受講の皆様は19時30分からズームに切り替えてのオンライン講座になります見逃し配信も1週間ありますのでぜひ何度も何度も繰り返し見ていただきまして日本の絵画の歴史とその中における摂取その後 そのあたりをじっくりと理解しながらですね、特別展お出かけいただくともう2倍にも3倍にもその見応えがあるんじゃないかと思います。ということで私も約2時間ぐるっと2周しまして、案の定、気分が盛り上がりました。前回の親鸞特別展もそうでしたが、もうちょうど出たところにまた、 ミュージアムグッズ売ってるんですよ。で、今回もこの雪舟伝説だけの特別のグッズがありました。そして買ったのがこのまず T シャツですね。雪舟。山水図の一場面ということで、まあ、この掛け軸、これ今日はね、雪舟の国宝を借りてきました。いやいや <laughs>。これね、手ぬぐいです。手ぬぐいをちょっと掛け軸に今掛けてるんですけども。 ま、この、雪舟の手ぬぐいと、なんといってもこの、図録。これ中身はね、ちょっと、版権がありますからね、お見せができませんけれども、もう、雪舟の絵画を手元に置いとくことができる、素晴らしいこれ、図録なんですよ。ぜひまた皆さん、これも、現地で、まずね、見本もありますから、ちょっと中身を見ていただいて、 ぜひご購入され手元に雪舟の名画をね、置いておいていただいてもいいんじゃないかと思います。そして、お菓子も買いました。これはね、ちょっと、カンカンこの入れ物にもちょっとね、惹かれまして、雪舟が残した珍しい花鳥図。花と鳥を描いた四季の花鳥図の一つなんですけども、えー、その、 カンカンの蓋を開けますと、中にお菓子が入ってるんですよ。で、このお菓子がね、ちょっと見てください、これ。クッキーとかマシュマロが入ってるんですが、これ、<laughs> 摂取がクッキーにプリントされてるんですね。その他、これ、摂取が書いた国宝の絵かンピズのダルマ大師の絵であったり、また、 これも先ほどの式課長図の中に出てくる鶴ですね。で、セッシュという、今回のロゴマークも入っています。クッキーです、これ。で、マシュマロの方を見ると、摂取、東洋と言いますので、その下の東洋という名前が、これ、楽観がマシュマロに押されています。で、こっちのマシュマロは、 こうかなだるまさんこうかな <laughs> こうだだるまさんということでまあこの特別のお菓子もありましたのでもう早速ですね買ってきましてまあ、この今日のライブ配信でも皆様にちょっとお見せさせていただいたということなんですそしてこの T シャツということでまだまだね欲しいグッズいろいろあったんですけどもさすがにまた1万円を超えてしまいまして もうこれはということでそこでストップしました <laughs>。ということでまた楽旅京町屋に新たなグッズが増えました。今回は京都国立博物館で摂集伝説という今まさに始まったばかりです。皆さんもぜひお出かけをいただきまして、この後楽旅大学校一般講座、特別講座ですね。この摂集伝説をより楽しむ日本の絵画についてたっぷりとこの後 2時間にわたってオンライン講座をお届けしたいと思いますのでご受講の皆様どうぞこの後ズームに切り替えてまた再び19時30分からお会いしたいと思いますあー申し込み忘れたという人見逃し配信でよければあの1週間ありますので見逃し配信でご覧いただけますのでまた明日以降ちょっとお電話いただいても結構かと思いますしかしまあ今日ライブでね生で見ていただくのが一番 熱が伝わるんじゃないかと思います。もう見てきてすぐのこの熱量を皆さんにお届けしたいと思いますので、ぜひお楽しみいただきたいと思います。昨日はね、この今日のオンライン講座のための資料をせっせせっせと作ってまして、気づいたら3時も超え、7時も超えてしまいまして、まあ、ものすごい量の資料を皆様に送らせていただいてるんですけれども、まあ日本の海岸の歴史ですから、膨大なる資料でしたけども、 皆さんに送っております。その資料の作成でちょっと昨日ライブ配信が予定では3時からしようかなと思ってたんですが全然資料が間に合わずにですね、ちょっとライブ配信ができませんでしたけれどもお許しをいただきたいと思います。さて明日は木曜日ということでタビ大学校の今度は一般講座、毎週木曜日の講座になります。第3週目は私の担当になりますので明日は19時30分から 楽旅大学校一般講座の前に19時からこのライブ配信はギュギュッと凝縮版でお届けしたいと思います。ぜひお楽しみいただきたいと思います。ということで明日は19時から再びこのライブ配信お届けしたいと思います。それでは最後になります。きっともっと京都を好きになるこの好きになる特別皆さんも大合唱いただきまして手にはハートマークを作って 今日も京都からたくさんの元気をお届けします。皆様からもたくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思います。それでは行きます。きっともっと京都は好きなるということで本日は午後の7時からお届けしました。楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ。 この後は日本の絵画史オンライン講座ぜひお楽しみいただきたいと思います。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。では、ポチーン